速報です、皆さん速報。もう動画回してる。皆さん速報です、テストが終わりました。いや長かったよマジで。本当に私は早く終わんないかな、早く終わんないかな、早く終わんないかなって思ってた時に終わりました。今回3日連続で9科目のテストだったんですけど、めちゃめちゃ長かったし疲れました。ということで毎回恒例ですが、今回はテストが終わったので、まあ、ストレス発散ということでママと、まあ、デートというかママとお買い物をしに行きたいと思います。で、今日はもう帰るのがめちゃめちゃ早いので、今からメイクとかいろいろねしていくんですけど、その準備の様子を皆さんにお届けしていきたいと思います。では早速紹介していきましょう、レッツゴー。というわけでですね、1ヶ月ぐらいテスト期間だったのよ、の延期しちゃったから。だから本当に最近の動画がなんていうの、私のメイクも何もしてないですし、服も適当で本当にごめんなさい。これからはちゃんとね直していくの でやっとテストが終わったんですけど、ダイエットしなきゃいけないのよ私。もうテスト期間って本当にバクバク食べちゃうから、ブドウ糖取んないとみたいな感じで、いつもなんかいろいろ飲んでたから、飲んだり食べたりしてたからさ、やばいのよ顔がブクブクしてて。まあ今日まではチートデーということで、明日からダイエットしようかなって感じです。え待って、やばいやばいやばい。でしあさって意外とも撮影なんだけど、私しかも自分のチャンネルじゃない撮影だからねえやめてってはいって感じでですね、やっぱりお買い物行くときはさ、もうバッチリメイク決めたいじゃないですか。なので今からメイクとカラコンとか、あとね髪の毛とかヘアセットとか、コーディネートとかしていきたいと思います。 GRMN みたいなやつだよね、なんだっけ、 GRMR です。いやそれ ASMR だよね。 GMSS 絶対違う。よいしょ、だーん。こちらのドレッサーで今からメイクをしていきたいと思います。どういうアングルで撮っていいか分かんなくて迷ってる、ひまひまでやんす。あ、待って待って、これそうで、今日は前9点の動画でも紹介したんですけど、こちら指原莉乃さんプロデュースのカラコンをつけていきたいと思います。トパーツですね。で、前メガ割りで買ったホリカホリカのアイシャドウも届きました。こういう感じ可愛いよね、めっちゃ。もうね、ラメの大きさが微妙に違くて、全部めっちゃ可愛い。クリオも買ったんですよ。あー、クリオも使いたいんだけど、ちょっと今日使っちゃおう。あの、私アイシャドウ大好きなのでめっちゃ嬉しいんだけど、最高やばい。じゃあとりあえずカラコンから入れていきます。どうしようかな、洋服決まってないんだよな。洋服決めてからにするか。洋服決めましょう。皆さん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 、よいしょ。私ね、服を選ぶのに何分かかったと思いますか。そう、30分。やばくない、本当にありえない。本当にそれぐらい服を決めるのにめっちゃ時間がかかる人です。で、結局決まったのがこの1枚着るだけでいいというワンピース。めっちゃ組み合わせとかね、いろいろ考えたんだけど、これがここにあった。これつけた方がいい。あ、今日これつけよう。ちょうどここにこれがあったので、今日はこれをつけます。で、今からカラコンをつけていきます。どっちがいいかな、これとこれ。こうやってやって決めてみる。こちらね、こちらね、つけていきます。手をよく洗って今回のテストの出来としては本当にまあまあじゃあ開けます。ワンデーなので、じゃあつけます。入れるの早っ。あ、寝た。あ出てきちゃった。洗おう、洗浄液。よし、すげえ。なんかこのカラコン前すごいね、なんかじゃん。ねえ、ひどいこのカメラ。こっちにしかピント合ってくれない。こっちは目だと察知してくれないんだけど、こんな感じ。これが普通です。違う、めっちゃ違うよねすげえすげえ。終わる。はい、お疲れ様。こんな感じで入れれました。なのでメイクをしていきます。今つけた。あ、かわいい。買ったやつすごい、なんか違う。カラコンによって全然違うよね。違うね。
いって感じですね。今からメイクをしていきたいと思います。ガチかわいい。マジで今日のテストはずっこけました。本当に答えはやばくて、保険の方はまだ答えられたのよ。まあ覚えればなんとかじゃん、保険は。体育はね、覚えたとこが出なかったの。もう超ショックで、ショックで。今日はこれを使います。今回のテストは今までの中で一番普通。3日かけて行われたので、最初の方にやったやつはもう返されるんですよ、明日とかに。ガチやばいでも前回音楽やばかったんですよ。実技で言えば前が技術家庭科が全然ダメで、前回が音楽がね、もうマジでダメだったので、今回は補体。今日解いてる時にやばい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 ってなってってる感じです。だんだん焦ってくるパターンだよね。カラコン入れてるからさ、誰かわからなくない？てか肌白くない？塗りすぎた完全に。とりあえずこんな感じで、わかるかな、ここだけ肌だけ塗ってこういう感じですここを映すとこういう感じです。ということでですね、今からアイシャドウをやっていきます。まあアイシャドウがメイクで一番楽しいポイントですね。じゃあ今から、動画でも紹介するって言ってたんで、ちょっと使っていきます。こちらクリを使っていきます。一番このアイホールに塗るのはちょっとこのロム&のベターザンアイズ、これを使っていきます。この一番薄い色。私ピンクメイクが大好きなので今日もピンクメイクをします。塗りすぎたかも、まあいいや。そうしたらこの明るいピンク、これをアイホールのほんの少し細いとこまでやっていきます。まあ、ほぼアイホールになりますね。鏡、もうピンクなった？あ、いいじゃん。ほんのりピンクっぽい。うん、かわいい、めっちゃ。こういう感じ。こういう感じです。やっぱね、テストが終わって早くメイクをしたかったんですよ。やっぱりテストが終わった日は開放感が半端ないので、あの彼女は綺麗だった。私ねめっちゃ見たいのよ今。見れてないの、2話も。10話と9話が見れてないので、もうそれも早く見たくて今日夜更かしします。絶対に決定です。はい、って感じで顔面の部分はできました。顔面こんな感じです。あとね、こういう感じ。気合を入れすぎちゃったせいでラメをつけすぎましたね。これラーメンギラギラですよね。こういう感じです。で、やっぱまつげパーマも下がってきちゃってるのでビューラーをしました。では今から前髪をセットして、髪の毛をちょっと今なんか三つ編みなのでどうにかして、あとはワックの用意をしていきたいと思います。はい、洗面所に来ました。ヒラ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 ーン、キノノリーム。痛いんだよ今ワクチンしてて。痛いってことで、今からどうしよっかな、この髪ちゃん。とりあえずアイロンを温めます。私アイロンもできてなかったの、めっちゃ嬉しい、アイロンができることがやば、こんな感じ。今も三つ編みスタートはこんなんですね。でこれを髪を巻きたいので、このまま巻いたら多分ねやばいことになりそうな予感がするので、ヘアビューロン、アイロンをしてからこれをしたいと思います。では待ちましょう。じゃあ エムカーニー。はい、今ねちょっと軽くなんですけど、まっすぐに、じゃあまっすぐにしました。軽くですけどね。やばい、ちょっと頭がこれね引っ張りすぎてたまに痛くなるので、皆さんはお気をつけくださいね。では今から髪を巻いていきます。よいしょ、結んだままね巻いちゃいます。むずいけどよいしょ。でもうすぐ誕生日なんですよ。まああと1ヶ月もあるんだけど、ママとかパパにもらうものが全然決まってなくて、お兄ちゃんにもらうものはもう決めてるんですよなんだけど、皆さんお誕生日何をもらえますか？ぜひコメントで教えてくれると嬉しいです。So unfold
そんなこんなでやっていきましょう。はい、ということでですね、8割ぐらい髪の毛できました。で、見て、結局巻いたんだけど全然うまくいかなくて、ちょっと納得できなかったので、また一回アイロンをして、その後にちょっとだけ巻きました。巻くのね、マジむずくて、いざ直そうと思うじゃん、巻いた後の癖が強すぎてアイロンで直らないんですよ、まっすぐに。なのでちょっと巻いちゃいました。で、今前髪も少し巻いて、本当はね、もう早く美容室さん行って、私前髪変えたくて、前髪はずっとあるままでいいなって思ってるんですけど、前髪の形を変えたいんですよ。なので、それは美容師さんにやっていただきたいなっていうので、もうひまがやったらもう大惨事よ。ここですからね、ここ OK、 こんな感じです。で、あとはカチューシャだね。私さ、今めっちゃ迷ってるんだけど、このリボンをこうやってくっつけるか、これをくっつけるか、これをくっつけるか、これをくっつけるか、めっちゃ迷ってるんだけど、どうしよっかな。これつけたい気分でもあるんだよな。やっぱでもテスト終わったからはっちゃけていきたいじゃん。だからこれにしよっかな。はい、決まりました。これです。じゃじゃーん、こんな感じ。見えてますか？横から見るとこういう感じ、後ろから見るとああいう感じ、前から見るとこういう感じ、こういう感じです。こちらで決まりです。で、髪の毛もできました。で、あとはもう持ち物バッグとかを用意してもう行きたいと思います。めっちゃ今日ガーリー系ですね。いいじゃん、このカラコン、これめっちゃいい。ちょっと今日はね、前髪がね、うまくいった。こっち側がトゥンってなってるの分かる？これを今までずっとしてみたかったの。こっちはできなかったけど、片方だけなのに満足してますね。ではバッグ用意していきたいと思います。黒っ、おっと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 。はい、今からバッグの中身を詰めていきたいと思います。今回持ってきたのはこちら。こちらはファンの方からいただいたバッグです。ありがとうございます。めっちゃ愛用してます。ここのバッグに、今バッグ、やっべー、ちょっと待って、女子力なんでバレるんだけど、やばいやばいやばい、パジャマここにかけるとバレてる。何も皆さんは見ていません、何も見ていません。で、私はいつも使ったバッグをそのままにしているんですね。のが楽じゃんあれ、前使ってたバッグこれかな、これだね、絶対に。ハンカチ、あ、これは違う、これは新品です。ちゃんと使ったハンカチはそのまま入れておきません、さすがに。鏡、マスクケース、日焼け止めがあったんだけど、これは持っていきません、重いので。櫛とリップと消毒液、これも持っていきます。本当にバッグをこうやって詰め替えるのも何週間ぶりだって話だよね。いや、わかるでしょ、いや言ったよね、いや、ビル・ゲイツ、いや、イルミナティ、これ、あはははは、あれ、このミラー三面鏡なんですよ、こんな感じで。電気がつくんだけど、まだ電池入れてないので電気はつきません最近あった面白い話なんだけど、私放送委員会なんですね。で、放送が終わった後、まあ給食を食べに教室に戻るんですよ。その時に、理科の先生がいるんですね。まあ名字で、まるまる頑張ってたなって言われたんです。え、何がですかって聞いたんですよ、わかんなくて。そしたら、ファーストタガメ見たよって言われて、オーマイガーあのピカイチチャンネルでやったファーストテイクならぬファーストタガメというものをやりまして、そちらをセンスが見てくれたらしくてですね、見られてしまったっていう。まあでもいいんですけど、ありがとうございますという私の今日のつぶやきでした。そんなこんなでバッグができました。なので、これをかけて今から行きたいと思います。ちなみに現在の時刻が4時ぐらいです。始めてから2時間経ってますあ、じゃあ一回全身見せてあげよう、今ちゃん、これ臭いで。じゃあ今映してそのまま、はい、じゃあ待って待って、靴どうしよっかな、何がいいと思う、一回消すよ、え、やだ、あ、いいの、じゃあ私は、ね、どれがいいと思う、白でしょやっぱり、うん、私はね、そう思った、うん、Me too、 はい、ということで今から向かいたいと思います。こんな感じです。後ろの感じお願いします、ゆっくりね、はい、というわけで今回は私のなんか GRMN なんちゃらかんちゃらみたいなやつを撮ってみました。まあテスト期間が終わってやっと解放されて、今からもうはっちゃけます。
あのね、ドラマを見まくりたいと思います。皆さんテスト終わったらいつも何しますか？ぜひコメントで教えてくれると嬉しいです。では次回のひめひめチャンネルもお楽しみに。バイバーイ。バイバーイ。待て、でもどうしよう。待って、もうどっちがいいんだろう。あ、待って、こうやっちゃってもさ何もないから分かんないよね。ただ目隠してるだけで。